定時を過ぎる前にお休みする、それがルール。ありがとうございます。手あげて、はい、最後は楽しくね。お茶目朝は6時に目覚ましをセット、いつも通りに髪型をセット、退屈な毎日の始まりね。今日もあれこれ真面目に済ませて、適当にいいように顔作って、疲れちゃうでしょ。さてさてそんなエブリデイ闇にしてさ、絵に描いたような笑顔を照らしていきましょう。靴下くるぶし、ギリギリによって新しい自分を見つけよう。キャンパスかはみ出して行こう。最初で最後で最高も今しかない。休止日曜日セブンで体育祭、疲れたね。授業が終われば最強になれる。甘い匂いをたどって脳みそ活性化するぜ。最初で最後に最後も今しかない。演奏とか人気の知識文化祭、月に一度の席替えに命かけたり、ほらオーションなど笑えない。あと言う私やめます。ぐるっとやめます。先生、私います。